はい、皆さんこんにちは。ストリートインストラクター井川直介です。はい、今日はですね、何をしようかっていうと、これやります。これカウント A という関数をします。カウント A ってもう皆さん知ってる方、いらっしゃると思うんですけど、カウント A っていうのはあまりね、全然、役に立つ関数ではないんですね。カウント A の本来の機能を、やろうと思ったら、別に Excel のその機能だけでできてしまうので、それほど重要な関数ではないんですけど、このカウント A っていうのは他の関数と組み合わせることで、めちゃくちゃ威力を発揮する関数なんですね。なのでこの関数、カウント A の、本来のまず使い方を今日説明します。これね、知ってる方は見なくていいです、別に。はい、大丈夫です。で、この組み合わせ方っていうのが、例えばオフセットとかサム関数とかと組み合わせると、あと VLOOK ですか、非常に便利な関数なので、今日はね、ちょっと、カウント A の、触りをやりたいというふうに思います。はい。じゃあ、決め台詞いきます。あなたのハートにアクセスしたい。はい、それでは早速始めていきたいと思います。カウント A の説明をしたいというふうに思います。例えば、今、11月、12月から、12月17日までで、シフトと思ってください。で、この時に僕が何日出勤するんだろうっていう場合には、どのようにするかというと、数式のところで、ここのところで全ての関数を表示しまして、カウント A というものを選択します。ここにありましたね、カウント A で、ここで17日までを引っ張ると、はい、そうすると、12月1日から17日までの、間は僕は10日間の出勤ということになります。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 合ってますよね。はい、10日出勤ということになります。カウント A というのは何かというと、字が入っているセルを、数えるっていう関数なんですね。文字が入っている、いわゆる空白以外のものを、返すっていうのが、関数になります。で、これだけなんですよね、カウント A っていうのは。だから多分今、僕説明し始めてまだ3分も経ってないと思うんですけど、今日の動画の説明はこれだけになってしまいます。と思うかもしれませんけど、実はこれが非常にむちゃくちゃ重要でございまして、このカウント A というのは、なんて言うんですかね、このカウント A だけでは大した働きはしないんですけど、他の関数と組み合わせることによってめちゃくちゃ威力を発揮するっていう、関数なんです。なので何回も、この動画で言ってますけど、他の関数と組み合わせることができる人っていうのは、これはもう間違いなく、Excel の僕は上級者ではないかなというふうに思います。単発で VLOOKUP ができたから、だから何だんねんというふうになってしまうように、これとこれを組み合わせて、やるっていうことが、何かの値を出すっていうのが非常に重要なんですね。当然このカウント A は VLOOKUPとも組み合わせて非常に便利に使うことができます。VLOOKUP あまり説明したくないんですけど、次回かそれぐらいか、説明したいというふうに思いますので、こうご期待ください。はい、ではパソコンの画面はここまでというふうになります。はい、いかがでしたでしょうかね。はい、でまあすごい簡単な関数なんで、全然難しいことはないと思います。カウント if とかサム if の方が全然難しいと思うので、ちょっと今日はこれで、終わりたいというふうに思います。次回は、この、サム関数、失礼しました、カウント A とオフセットを、組み合わせた、
やり方をご紹介したいというふうに思いますので、ご期待お願いいたします。はい、よろしければチャンネル登録、評価ボタン、どうぞよろしくお願いいたします。はい、では、さようなら。